はようございます。2011年5月24日火曜日6時5分になりました。なんかね、今週はもう梅雨入りというような感じでずっと雨が降ってるみたいですけれども、明日ぐらいはちょっと天気良くなるのかな、なんかそんな感じですけれども、これだけね雨が多くなるとかなり降ってるんで、川の水とかがね増えて増水とかしてて、またあと地盤が緩んでくるんで、本当にそのね被災地もそうですし、それ以外のところでも結構ねこういうような時に被害とか見たりするので、まあ、ぜひ気をつけてください。さてさてニュースですけれども、まずはですねこっちからいきましょうか。2号機3号機の汚染水、まあ、原発ですねが月内中断ということで、なんか汚染水をこうね他の建物にどかすか上からジャバジャバ水かけてるんでどんどん増えるやつを、他の建物にこう移してですねそこに溜めてるわけですけれども、どうももう間に合わないというようなことになってきてですね、満杯になるので一旦ちょっと中断すると。でアレバがですねやろうとしているその汚染水除去の設備がですね、もう6月の、初旬って言ってたのが中旬ぐらいに遅れそうだということで、どうもそれに間に合わないみたいな話になってきてると。でまあ今日ニュースでちょっとピックアップしてないですけども、どっかの大学の先生がですねそのそういう除去するのに、新たなその方法としてその混ぜてですねそこにその、吸着剤を入れてで除去すると、アレバの考えてるその処理施設よりももっと効率のいい、ものを作れるよっていうことで発表してやってるんですけれども、そういうのはどんどん試さないといけないのに、なんかもうアレバのが決まってるからそっちで行くみたいな感じらしいんですよね。でアレバのそんなことを言ってる場合ではなくて、こう緊急事態だっていうことがもうなんか全然認識されてないような気がするし、この結局こういうことでどんどんそのいろんなものがずれ込んでくるということを想定した上で、リカバリーの方法を次の手と2の矢3の矢を用意していくっていうのがそのこういう対策のやり方なんですけども、それが全然できてないっていうところにですね、もうすでになんか、やる気あんのかいなという感じになってますよね。で政府の方は政府の方でなんかもう初動の時のなんか責任のなすりつけ合いみたいなので、いやそんなことやっとる場合かと、まだ片付いてないのにっていうのがあって、でしかもその被災地ですよね、それ以外のその本当に震災の方の、東北の方の人たちの対応をどうやってどうするのかっていう、そこも全くまだ進んでないし、なんかね、みんながちょっと麻痺し始めてるのかなと、なんとなくもう今のこの状況に慣れてしまってるというか、これでダラダラ進むみたいなのが当たり前みたいになってきてるのがちょっとね、怖い感覚があります。今まだ本当緊急事態で現在進行形だということを認識しないとまずいんじゃないかなと。それからもう一つのニュースです。こちらはですねトヨタが自動車と SNS をくっつけて動かしていくっていうのをですね、セールスフォース .com と、提携したということで、話が出てました。で、まあ、これはですね SNS を組み合わすっていうのはまあある意味よく考えたなと思います。というのはですね SNS 抜きで例えば自動車からいろんな情報を収集してサーバーに集めて、それを使って効率よく自動車運行できるようにしましょうみたいな話をするとですね、だいたいプライバシーの問題がああのこうのどうのこうのっていう話になるんですね。ところがこの SNS というソーシャルネットワークサービスというそのなんていうんですかね、自分友達関係を構築していくツールよみたいなその雰囲気で、そのプライバシーの問題とちょっとねこう
視点をずらせることができるんですね、 SNS って。で、 SNS 自体が別に私はね、あの面白いツールだと思うんですよ。で、それを持ってくることによって、この、プライバシーどうのこうのという話をちょっとこう横に目線をそらすことができる。で、ユーザーがよりその積極的に情報を発信していくというところがですね、なかなかね、これを持ってくるところは面白いなと思います。基本コンセプトとしては相当昔からこれは考えられていることで、別にその中身的には目新しくはないんですよ。もうね、本当にもう10年以上前からこういうことはずっと言ってたんで、ただそれをやるのに、そのプライバシーだとかいろんな問題をどうクリアするかっていうのは多分そっちの方が大変だと思うんですね。で、そこで SNS というものをうまくこう持ってくることによって、そこら辺がこうプライバシーどうのこうので隠すっていう状態から、こうどんどんユーザーが発信していくっていう、そのサービスの形を取れるので、まあそういうふうに、まあ世の中的にもいろいろ変わってきてるんだろうなという感じがしました。こういうものがね、あの出てくると確かに世の中面白くなるのは間違いないと思います。さて、そのところで6時11分になりました。ちょっとね、雨が多いので、本当にそのあちこちお気をつけくださいということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。